クリスマスイブの24日にボクシング世界4団体統一スーパーバンタム級王座防衛戦東京有明アリーナを行う統一王者の井上直也31イコール大橋イコールが4日横浜市の所属事務で練習を公開したシャドーボクシングとサンドバッグのみの軽い内容ながら高い集中力から右強打を放ち WBO IBF 同級1位サムグッドマン26 防州イコール戦へ向け好調ぶりを見せた。井上直也、公開練習で気合の入った表情、写真、技術面でもスタミナ面でも自信を持ったボクシングができる。2025年は海外進出を考えていて、日本での試合感覚が空くかもという意識がある。だからこそ、今回の試合は目に焼き付けてほしい。初めて来るお客さんにはボクシングの醍醐味、醍醐味。 の KO シーンを、ボクシングファンには細かい技術性を見せたいと思います。井上陣営は、以前から2025年春に米ラスベガスの T モバイルアリーナで米国再上陸というプランがあった。加えて、11月にはサウジアラビアが国家事業として行う大型イベント、リアドシーズンのアンバサダーとして推定総額30億円という巨額契約を締結。同国での試合が期待されている。 大橋秀行会長は来年はアメリカ、サウジアラビアという線が濃い。それが終われば国内でみんなが期待する大きな試合をしたいとコメント。国内での試合は米国、サウジを経て約1年後のビッグマッチまで行われない可能性が濃厚だ。だからこそ24日には最高のボクシングを見せる。ここから20日間、怪我とか体重とか、 細かいところも注意しながらやっていきたいと、井上はグッドマンとの決戦に意識を向けた。同日は WBO バンタム級王者、竹井ゆき28、イコール大橋イコールの防衛戦も行われるダブル世界戦で、ドコモの配信サービスレミノが独占無料制配信する。